支払い再稼働反対再稼働反対人事案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 反対あんたも楽じゃないのわかるけどさ、でたらめやってんだよ結局警察が。ね、組織の一員だからってね、しょうがねえんだってね、そんなことばっかり言ってちゃダメだって。They should let them up there. There's no problem. I come every week and there's never any problem. Why are they doing it?やっぱりこれだけ多くの人の声をやっぱり聞くべきだと思いますし、やっぱ本当にこの今の国会の状況もそうですけども、やっぱり本当に原発をなくすっていうのは本当に今がチャンスだと思いますので、やっぱりぜひこれから本当にこれを続けて、このやっぱり諦めずにこの皆さんの思いがやっぱりつながっていくことが大事だと思います。初めて、なんかもう無意味に分断してるよね。胸くそ悪いよね。何を怖がってんだよ。人事案反対彼はどうしてそこまでこれほどの全国で声を
郡山から自主避難した長谷川です。私たちは福島で3月12、13、14、15日おろおろとどうしたらいいか分からずに逃げ回りました。そして先日福島の仲間と話したとき、仲間はこうに言っていました。ここまで捨てられるとは思わなかった。ここまで国が守らないとは思わなかった。我々は国民じゃないのか、福島は国民じゃないのか、福島は非国民なのか、お前らこそ非国民じゃないか。環境省細野、お前らこそ非国民じゃないか。国民、福島を捨てるな、国民を捨てるな、新疆撤回しろ。中村佳代子さんがあって子供も大人の停戦に被爆の影響は同じだとか、ストレスの方が体に悪いとか、そういうことを言ってリスクコミュニケーションとか言いながら、環境省の洗脳の窓口になって、こんな人絶対認められません。福島の痛みを知ってください。福島で福島の痛みを知ってください。こんな人事案は絶対私たちは認めません。国民は見ています。国会議員の皆さん、ぜひこれを決意してください。一人一人の国会議員の良識と常識に基づいて、こんな国民無視の原子力のな絶対の人事案を決意してください。あと1週間が勝負です。早ければ来週にもこの人事案が国会を通ってしまいます。そしたらこの田中俊一さんや中村佳代子さんや、とんでもない福田豊さんみたいな人が日本の未来を、福島の未来を牛耳ってしまいます。皆さん、ぜひ地元の国会議員にこのとんでもない人事案を否決するように言ってください。人事案を撤回しろ。人事案を撤回しろ。原子力を浴びせて。原子力を浴びせて。未来のために。